とまり春けはる竹春り3月から1953年2月20日は日本の内務警察官僚関線高知県知事陸軍事政長官石川県出身とまり総平の逸つとして生まれる第四高等学校を卒業1914年11月文官高等試験行政化試験に合格1915年 東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。三井鉱山を経て、1916年、内務省に入省し、北海道長続となる。以後、北海道長警視警視庁警視道理次官、島根県証機関警察部長、徳島県証機関警察部長、長野県証機関警察部長、和歌山県書記内務部長、京都府書記官、 警察部長、道内務部長、大阪府内務部長、北海道庁土木部長などを歴任。1935年1月15日、高知県知事に就任。産業振興に尽力。1936年10月16日、台湾総督府交通局総長へ転任。1940年12月3日、伊岸面本館となり退官した。 1942年2月、陸軍省職宅となり、同月6日、香港占領地総督部総務長官に就任。同年6月6日、陸軍事政長官に発令された。1944年8月1日、香港占領地総督部総務長官を退任。同年9月9日、陸軍事政長官を異岸面本官となった。戦後に公職追放となる。 妻の房は、三幸二郎の長女、ありがとうございます。